井上師匠、日本のこと、福岡のこと、今日は明石元次郎という人物について、勉強しようというふうに井上師匠からお話を伺っておりますので、今日はその明石元次郎さんについてお話を伺っていきます。アシスタントは株式会社サイケジャパンの咲です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。明石元次郎って知ってる？いや、正直、今日この話をするよっていうふうに言われた時に予習したんだ。しました。そしたら誰だってまずなって全然私としては本当知らないような方でしたこの人はね、日露戦争、明治時代、明治37年38年の日露戦争の時に活躍した人なんですけども、はい、ドイツ皇帝のウィルヘム2世というね、はい、ドイツ皇帝からこの人たった一人で満州軍20万の働きをしたと言われてるくらいすごい人なんです、はい。そんな叩き方されてらっしゃるんですか？そう、もうドイツ皇帝がね、むちゃくちゃ怖がるんですよ、その後。あ、国が怖がるほどの人物ってすごいですよね。すごいでしょ。で、ところがね、みんな知らないんですね。知らなかったですね。でこの人がね、福岡市の出身だっていうこともなかなか知らない。そんなすごい方は福岡出身なんですか？あの、西鉄グランドホテルってあるでしょ。はい。あそこの近くで生まれて、あそこの近くで亡くなるんですよ。おお。だからね、そう、生まれる時も。で、たまたまね、はい、この人は、日本帝国陸軍にいるんですけども、その後に台湾の第7代総督になるんです。あ、そうなんですか。その時たった1年しかいないんですけども、はい、台湾の近代化に関して雨山東ダムを作り始めたとかね、いろんな台湾銀行を作るとか、いろんなことを始めたんですよ。で、それが台湾の経済の基礎になってます、はい。で、そういうふうに台湾の恩人でもあるし、この明石元次郎閣下に関しては、この人陸軍大将ですから閣下とお呼びするのが正しいんですね。閣下ですね、はい。だから明石元次郎閣下を李登輝元閣下も大変尊敬されてたんです、はい。李登輝閣下が、そうだからね、そういうね、すごい人なのに一切福岡ではね知らないんですよ。ですよね。で、去年がね、ちょうど没後100年なんです。あ、そうだったんですか。でも何の式典もないし、何のその記念式典もないから、じゃあ僕らでやろうということで、福岡大宴隊で、明石元次郎没後100周年の、追悼というかな、そういうものを箱崎区で やったんですよ。あ、そうなんですか。100人ぐらい集まっていただいて、あの元県知事の麻生先生とか、長谷川さんとか、はい、西川京子先生とか、いろいろね、VIP の方も来ていただいて、あ、JR 九州の石原さんも来られましたね。来ていただいて、そういう会をやったんですよ。そうなんですか。でもみんなに知られてない。でもすごい人なんです。すごい人だったでしょ、あの読んだら。すごかったです。私も少し予習したんですけれども、こんなに日本、今の日本があるのは、もう逆に言うとこの明石元次郎閣下がやっぱりいたからこそじゃないかと思うぐらい本当にすごい方だったんで、もうそこの詳しいお話をやっぱり今日ちょっと聞きたいなと。そうで、司馬遼太郎のね、名作であります坂の上の雲、はい、ここではね、明石大佐ということで出てきます。だから、日本帝国陸軍の大佐の時に単身、はい、東欧に渡りまして、東ヨーロッパに渡って、で、反帝政ロシア勢力をまとめ上げたんです。そして第一次ロシア革命を起こしたのはこの人です。あ、そうなんですか。もう裏でこう糸を引くんですね。お金を渡しの、それからいろいろ武器を渡しのということをやるんですけどね。で、一人で行くんです。一人でですか。すごいでしょ。でも相手ロシアですよね。うん、ロシアでそのゲリラ部隊、はい、反帝政ロシア勢力だから、反政府勢力がバラバラにいるわけですよ。で、こっちでなんて暴動を起こしたら、ロシア勢力からボーン叩かれて、はい、こっちをどうしたらボーンとなる。括弧撃破されるから、いつまでたってももう全然ロシア、帝政ロシア動かない。ところがこの人が言って、こんなバラバラやってもダメじゃないかと、ちゃんとまとまろうぜってやるわけですよ。あ、なるほどですね。そしてまとめていって、そこに資金とか、それから武器を渡すことによって、血の日曜日事件とかね、はい、第一ロシア革命いろいろあるんですけども、戦艦ポチョムキン号の反乱とかですね、いろいろあるんですけど、そういうものを後ろから後押しをしている。すごい人なんですよ。でもね、
じゃ例えばね、作者が一人でポンと行ってね、はい、その反政府勢力の人たちとか行ってね、あ、私お金あげるけど やりませんとか言っても誰も相手しないでしょ。いや、やっぱり私はこう、ま、あれですね、無名というか、やっぱりこう何もこう、いや、彼だって無名なんですよ、全く。で、そうやってこう言ってたらですね、ある日コンコンってドアをノックされてきました、はい。そしたらその反帝政ロシア勢力の一人 あのリーダーのところにね、連れて行きますから、はい、で連れて行かれるんですけど、その時に私たった一人ですよ。で、知らんこう大男に囲まれて、で目隠しされて、でその分からないようにぐる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 場所で引き回されて、そして行くんですよ、場所に。その時もね、やっぱりもう分からないから普通怖がるじゃないですか。怖がらないで堂々とこうしてるわけです。でそれを見たあの反帝政ロシア勢力の人たちがどう思うかって言ったら、こいつすげえなと。いや、もうすごいなんか自信じゃないですけど、こんななんかどっしりしてる人いるんだっていう感じですよね。こいつすごいなと思うじゃないですか。そしてこう堂々としててこう行くわけですよ。でもみんなからこうもう一目置かれるわけですよ。この人だったら信用できるかなっていうところがそこから始まるわけです。たった一人で、それももうおどおどしないで、そして堂々とこう目隠しされてこうずっとね、昔の武士ってこう背筋がピッと伸びてますから、こういうふうな形でこうずっとこういるわけですよ。わ、すごいな。で行くとですね、なんとそこにはカレンストンという人がいましてね、はい、でカレンストンがこうまず握手をするわけですよ、はい、でその時に後ろにあったカレンストンの後ろにあった肖像画がなんと明治天皇なんですよ。明治天皇の肖像画があったんですか。そうで、日本は当たり前ですよね、もうみんなその、はい、市民平等だから、例えば、農民出身の人が総理大臣になるとかね、うん、伊藤博文最初の総理大臣は敬拝といって武士の身分でもなかった人が総理大臣になるんですよ。でもロシアとかは帝政ロシアですから貴族しかなれないんですよ。でそういうのが当たり前の世界で、日本はその当たり前じゃなく誰でも偉くなれる、そういうふうなところで天皇はその我々のメシア、救世主であるというふうに考えてないです。そこから始まるんですね、話が。そしてこっちの組織とこっちの組織、こっちの組織をずっとくっつけ合わせて一つの大きな組織を作る。でも彼らとしては敵国である日本のね、軍人から支援を受けていいのかってあるんだけど、やっぱり帝政ロシアの政府は嫌いだけど国が好きである。だからロシア国民のためにやるんだってやるんですよ。なるほどですね。国、国民のためにする、うん、でもね、よく考えればね、はい、第一次ロシア革命が起こって、その後に第二次ロシア革命が起こって完全に帝政が壊れるんですね。そして出てくるのがレーニンなんです。ソ連というのが誕生するんですけど、はい、これの手を貸したのが日本になるんですね。ああ、確かに言われてみればだから歴史が面白いなとか思いながらね見るんですけども、でもこれ明石元次郎がやるという、やったということ。でなんでこの人が東欧に行ったかと言いますと、ロシアがね、はい、満州というところがあるんですけど、そこにねいっぱい軍隊を置いてきたんですよ、はい。でクリミアの方で戦争に負けて、もう南下をしたいんだけどこっちできないから、トルコの方ができないから、ずっと今度満州に降りてきて、それから朝鮮半島の方に置いてこようとしたんですよ。でも日本は朝鮮半島を取られると今度日本の今度安全保障が危うくなりますから、何とかして止めなきゃいけない、はい、だから、朝鮮は日本領で満州はソ連領、ロシア領にしたらっていうするんだけども、ロシアって世界一の陸軍国なんですね、はい、一番最強の国と言われてました。で、かたや日本は開国してわずかな小さな東洋の小国なんですね、うん、対等に話しようとも相手してくれないんです。確かにそうですよね。なんか舐められそうというか、もうめちゃめちゃ舐められたんです。なんかそんな感じがしますよね。めちゃめちゃ舐められたんです。で、その時に舐められてるから、もうできるだけ戦争はしたくない。伊藤博文なんかもうできるだけ戦争したくない、回収するけども、シベリア鉄道って言ってヨーロッパからアジアまで結ぶ大きなもう 大動脈ができようとした。これができてしまったら日本は太刀打ちできなくなる、うん、だからそれができる前にロシアを防げなきゃいけない、防げなきゃいけない。それがね、日露戦争のきっかけなんです。ああ、そうだったんですね、うん、だから、欧緑港って言いましたね、はい、
あの朝鮮半島と満州の国境のところを、越えていって戦争が始まるんですけども、で満州が中心となって戦場になっていくんです。で戦場になっていた時にロシアの一番の欠点はな何かって考えた時に大陸軍国家ですよ、はい、100万人以上の兵隊がいるわけですよ。でも日本がせいぜい動員しても20万人しかない、相手にならないでしょ、はい、でだからどうしたらいいかって言ったら後方をかく乱するしかない、つまり反帝政ロシア勢力がいっぱいいてごちゃ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 やってる、それを強い力にしたらもうロシアなんかはこう東とかシベリアとかね、もう極東なんかにかんもう極東なんかを相手にすることはないじゃないかと、ヨーロッパの方にもうメインですからこっちの方に目が行く、そうしようということで明石元次郎に白羽の矢が立つわけですよ。行ってこいって、で明石元次郎は分かりましたって行くんです。そんな感じの流れだったんですね。そうだからこっちで正面作戦、軍隊同士が戦います、はい、裏でそういう工作をしてロシアが極東で戦争ができない状態を作り出すのが彼の目的だったんです。なるほどですね、まあ、そのいわゆる結構ロシアもその反勢力といいますか、反帝政ロシア勢力、反政府勢力でいいかな、反政府勢力の例えば暴動とかと、うん、まあ、日本側との戦争2つあったらこうどっちにもこう全力注ぐってやっぱり難しいじゃないですか。なんでそれをこう2つこう同時に起こすことでなんかどっちかにしか構えないようにするっていうことですよ ね、 でね、国って面白いもんで国の中でぐちゃぐちゃしてても外敵が現れたら結構まとまるじゃないですか。そうですよね。ところがね、中からぐちぐちやると誰が味方がで誰が敵かって分かんないからものすごく統治がしにくくなる。確かにですね。だから戦争なんかも全部でこう一丸となってやらなきゃいけないのに一丸となってやれなくなるからそれをやるんですよ、うん、まあ、この明石元次郎の前にね福島康政っていう人がいて、はい、まあ、この人は義和団地異変の時に、助けに行く師団長だったんですけどね、まあ、この人がそのいろんなロシアにいじめられてるいろんな小さな国があるわけですよ。それを全部内情分かっててロシアの欠点はロシアの中にあるということをちゃんと分かってたんですよ。それでそういう作戦を立てて、で誰にしようかなってやってる時にこの明石元次郎に白羽の矢が立つんですけども、この人はね福岡でもう侍のね侍の息子だったんですよ。ところがねお父さんが早くにその一中の国で、こう連座して処刑で殺されちゃって、もうお母さん一人、お母さんと何人か兄弟いましたけども、はい、お母さんから育てられるんですよ、お父さんいなくて。その時に、お母さん仕事もう食っていくから仕事するでしょ。だからおんぶをされて、小さい子おんぶをされて、で教育をしなきゃいけない、教育させるお金もない。だからどうしたかって言ったらお母さんがすごい武士の娘で論語の素読をずっと自分でやるわけです。真の玉をからそれを子守歌代わりにずっと聞くわけです。だから小学校の時はね天才と言われる、神道と言われる。で、 ね、でもこの人ね身なりに一切気にしなかった人で、あ、そうなんですか。鼻が出るとねこうやってたんです。あ、鼻水もここでこう直に吹いてたんですね。だからねいつもここがテカテカしたんですね鼻水のそうで、それがね、陸軍に入っても全然それが治らないで、もうずっと注意されるけども全然気にしなかった。たまたまねフランスに駐在武官として行ったんです。だからフランスでそんな格好してたらもう軽蔑されますからね、その時に初めて身なりを気遣うようになったという。ああそうなんです。もうそれまでは本当、まあ、そういうきっかけがやっぱりあったからこそだと思うんですけど、そうそうそう、面白い逸話があってね、初めの頃はねあの軍人ですから帽子をかぶってるわけですね、はい、帽子をかぶって家に帰ったらポンとそこに置くわけですよ。でそこにポンと置いてあるでしょ。猫がねやっぱり猫って狭いとこ好きじゃないですか、うん、確かにですね、で帽子はあったかいしそこにポッと入って寝るんですって。でまた出かけるときにおいって言ってあの猫を抜かしてそのまま帽子をかぶるんです。そのままどうなる。あのこれ毛だらけじゃないですか。結構毛だらけ、猫だらけのやつですよね猫の毛かなり抜けますもんね、うん、そうだからこれなんだから平気でここ抜くわけですよ。ここにいっぱい 猫の毛がついてるそこまで気にしなかった人なんです。でもね集中力がすごくて、この人はねドイツ語ロシア語英語ができたんですけどね、まあ、面白い逸話があってね、ロシア語どうせ日本人なんかできねえだろうということで、まあ、フランス語もできねえだろうということで ロシアとドイツの駐在武官が、はい、これはねフランス語かなんかで喋るんですね。
で分かりませんみたいな顔をして全部聞いてるわけです、全部聞いてるわけです。それをしっかり打電をするとね、でも駐在部下だったらそうい こう情報活動が大事なあれなんでね、やってたんですけども、はい、面白いですよ。すごいですね、なんかいろんなことがこう、まあ、できる方というか、うん、そういったなんかこう相手をなんか翻弄するのが結構やっぱりなんか上手な方なんだなって思いました。それ聞いたらでね、ロシアの綺麗なね、これはドイツかな、あの向こうのやっぱヨーロッパの女性の人と恋に落ちるとかね、いろいろあるんですけどね、なかなかあのやっぱり胆力にあふれてるから、あのなよなよってしたんじゃなくて、あの小さいけど もう堂々としてるし、それからもう自分がしなきゃいけないことはしっかりとやるわけですね。そういうことができる人だったということですね。この人は、その日露戦争が終わって、でその後に台湾総督になるんですよ、はい、第7代台湾総督になりまして、その時に福岡にたまたま帰ってくるんですね。で帰ってきた時に、病気になってて、ちょっと自分の死期を悟って、ここに言うように、私の身に万一のことがあったなら、これは必ずこの台湾に埋めてくれるように頼むということで、自分のお墓を台湾にしてくれということで、これはね、長州のね、あの吉田松陰先生が残した、はい、あの辞世の句があるんですけど、庭たとえ武蔵の延べに朽ちぬとも、武蔵って東京のことね、とどめ岡ましやまと魂であって、そのもしここで死んだとしてもね、自分の魂をここに置いてこの国を見守るんだっていう、こう気持ちを出すんですよ。それと同じように台湾総督で途中で亡くなる。でもこの人は集中力の人でしょ、はい、だから自分がここでもう志半ばで死ぬんだけども、俺の魂はここに残る、だから俺の体もここに埋めてくれって言って、ここに埋めるんですよ。もう死期を悟って、もう台湾にじゃあもう死んだ自分の、まあ、魂だけで、ダメじゃん、肉体もそこに、肉体もわざわざ死んだムクロをね、台湾まで持ってって、はい、そこにお墓を作る。で昭和20年までそれがあるんですけども、その後蒋介石が入ってくるんですよ。そしたらね、そのお墓をねやっぱり壊すんですよ。あ、そうなんですか。統治のあれ、あの日本統治のあれだから、うん、そして今度この先の李登輝閣下が、はい、日本あの政権を取った時に、もあの李登輝閣下が許可をして、その有志の方があの淡水といってね、台北からちょっと北の方にあるんですけど、はい、大体ね台北からこの行ったら1時間ちょっとぐらいかかるところに、キリスト教の墓地があって、そこに立派なお墓があるんですよ。この明石元次郎、この前去年ねちょうど行った時に、明石元次郎のお孫さんがいらっしゃるんですね、はい、明石元次さんという方がいらっしゃいますけども、この人が今上皇陛下の御学友で、学習院でずっと一緒だったんです。あ、そうなんですか、はい、でその人たちをあのちょうど100年生やった時にお呼びしたら喜んできていただいて、このついでに台湾行きますけどったらぜひ行こうということで一緒に行かれたんですよ。で3泊4日で向こうでシンポジウムとかしたんですけども、その時に最後の4日目ね、帰る日が何しようかって話になった時に、せっかくお孫さんと来てんだから、お前お墓参り行こうよって話になって、お墓参り行ってね、みんなでその明石元次郎のお墓にお孫さんと一緒に行って、で寿屋のね創始者にあの須崎さんとかでいらっしゃるんですよ、はい、その方日蓮宗でね、ずっとお経をあげてると知ってたんですよ。で鈴木さんにお経をあげてもらっていいですか、いや私は日蓮宗ですけどって言うんだけど、この人日蓮宗なんですね、もうこの偶然にびっくりしました ね。この明石元次郎のお墓はあの淡水にもあるんですけども、もう一つですね、福岡市には昇龍寺という、はい、あの日本銀行の隣、のところに昇龍寺という日蓮宗のお墓があるんですけど、そこにもちゃんと分骨をされてます。教えて井上師匠、日本のこと、福岡のこと、次回もお楽しみに。
づいただろう。悲しみは深くしみり、涙で歪んだ絵、そしてまた泣ける流れく日々は急かすばかり、幾度も差し。